はい、皆さんこんにちは、チェでございます。無限の心臓痛やっていきましょう。確かこっちですよね。まあでもここは全滅する心配なさそうだね。あの米さえあれば。うわーこれつらいな。めっちゃ入り組んでる。もう頭の二人しか戦えないでね、物理はね。これぐらいの敵になると、おもう地図分かんなくなっちゃった。だけど、はい、ちゃんと正解言ってくれてると嬉しいんだけどね。うわあ、ああなんかや、おお降りれるんだね。とぐ脳にしてこっち行ったら、おー手で開けましょう。モーインさんね、あなたそのためにいるんだからね。あー水晶玉か。水晶玉はねウルルさんにも持ってもらおうかな。大したもんじゃないんですよね水晶玉をね。役割かも分かりませんけど、魔法の封じられた洞窟 B3 にいます。フードは問題ないんでね。フードはまだまだ、あ G スネーク、ジャイアントスネークって意味かな。いやいやいや、魔法唱えれないからね。ああ、誰も当たんないわ。モーリンさん、いつになったら戦えるようになるのかな。うわーうわーうわー、これね、呪文通じないんだよね。呪文は使いません。まあ、親切だね。普通は呪文使わなくないっていうのは呪文を選んで実行した後に言われるんだけどね。仕方がないわね。お、あもうスケルトン だったら敵じゃないか。うわもう道わかんない、ほんと道わかんない。これは元に戻るんですよね。こうね、でこっちだね。これ何に向かわしてんのかな。おおこっちだ。おはいはい、角笛私持ちましょうか。なんだい角笛って、道具使ってみましょう。角笛、とても不気味な音が鳴ったと。まあ、なんかのキーアイテムかな。あ誰も当たんない。おはい、あここもダメね。あでもこれやっとけばいけそうな気がしますね。総当たりで、何かある。ああまたこんなのか。こっち行っちゃおう。またないね。あサラセインさん当たるんだこの敵。こうかな。
はい、手でね、モーリンさん。力の帯。モーリンさん、装備できる？あ、力の帯装備できるんだ。あら。力の帯装備できんだね。あ、知らなかった。盗賊は力の帯装備できんだね。先行けんのかなこれ。でこうだね。あ、何もない。で戻って、こう行ってこうかな、でこうかな。おお、アトラッパツはどうした。道具で開けます。モーリンさん、キノコ、キノコね。モーリンさんの鍵にも数限度があるからね。 あんまり無茶はできないのかな。おお、あ、どこまで行くんだこれ。魔法の縁られた道具で B4 地下4にいますと。おお、あ、ちょっと入りましょうか。お、複雑すぎてもうわけわかります。おお、さらに落ちる。はい、はい。あ、なんかいるわ。あ、グリフォンは大丈夫だね。で防御だね。ああ、いや防御ね。しまった、攻撃しちゃった。一匹二ターンかかんだね。当たる、当たったね。えらいガンガン降りてきましたけどね。これ何？うわー、上りの階段がある。うわ、ここにもある。何を意味してんだろうね。いいよね。これ難しいね。広いところできたね。あ、上に出口があって、何もないとこなんで上に行けと。で左に出口があって、あと何もないと、左行きなさいよと。
おお、上に出口があって、うわ、下にもあるのか。下先行きましょうか。おお。続くね。あ、これはおしまいね。で、こっちにまだ続くんだよね。よいしょ。よっこいしょ。これは今と一本道だね。不安になるね。何もなかったらどうしようと。それでも開発者は思うツボなのかもしれないですけどね。いや、これ大変だね。うわー。これ外壁だよね、今のね。ちょっと戻りましょう。ああ、一緒か。一緒、ただ、この後、戻っていけるんですよね。あら、なかったかな？まだだね。あ、ここかな？あら、違うか。ここかな？全部で3回、ああ、ここだね。ここの上。おお、こっち行こっか。うわ、なんかロードランナー思い出すんだけどね。名もなし。なんだかねっていう感じなんですけど、なんだこれ。エルフの眼帯使っちゃおうかな。だんだん狭くなってるんですけど、なんかね、とんでもない結末になりそうな気がして。これ同じパターンだな。同じパターンだね。血液が最終的に戻れないと。このトグロを巻いていってるんですけども。今の出口怪しいもんね、めちゃくちゃね。あ、これ戻らないかな。あ、でもちっちゃくなって。あ、来てないか。ないね。じゃあちょっと戻りましょうか。ここね。あ、何もないわ。ということはこれは無限ループだね。となるので、ちょっと逃げましょう。ここね。はい、ちょっとお時間よくなりましたね。この辺で会っておきましょう。何だったっけ？ ごめんなさい。無限の振動2ね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。